ロンドン消息、夏目漱石、1、全略、それだから今日すなわち4月9日の晩を丸つぶしにして何かご放置をしようと思う。放置したいと思うことはたくさんあるよ。こちらへ来てからどういうものか嫌に人間が真面目になってね。いろいろなことを見たり聞きたりするにつけて日本の将来という問題がしきりに頭の中に起こる。 柄にないと言って冷やかしたまうな。僕のようなものがかかる問題を考えるのは全く天気のせいや、美斯的のせいではない点のしからしむるところだね。この国の文学美術がいかに盛大で、その盛大な文学美術がいかに国民の品性に感化を及ぼしつつあるか、この国の物質的開化がどのくらい進歩してその進歩の裏面にはいかなる潮流が横たわりつつあるか、 イギリスには武士という語はないが紳士という言があってその紳士はいかなる意味を持っているかいかに一般の人間が多いようで勤勉であるかいろいろ目につくと同時にいろいろ尺に触ることが持ち上がってくる時にはイギリスが嫌になって早く日本へ帰りたくなるするとまた日本の社会のありさまが目に浮かんで頼もしくない情けないような心持ちになる 日本の紳士が得意区、体育、ビークの点において非常に欠乏しているということが気にかかる。その紳士がいかに平気な顔をして得意であるか、彼らがいかに不可であるか、彼らがいかに空虚であるか、彼らがいかに現在の日本に満足してオラが一般の国民を堕落の淵に誘いつつあるかを知らざるほど禁止眼であるかなどというような色々な不平が持ち上がってくる。 先だって日本の上流社会のことに関して長い手紙を書いて親戚へやった。しかしこんなことはただイギリスへ来てから余計に感じるようになったまででちっともイギリスと関係のない話だし、君らに聞かせる必要もなし、聞きたいことでもなかろうから先抜きとして何か話そう。何がいいか、話そうとすると出ないものでね、困るな。 仕方がないから今日起きてから今手紙を書いているまでの出来事を。コトトギスで募集する日記体で書いてお目にかけよう。出来事だって風雷山人の生活だから面白おかしいことはない、すこぶる平凡なものさ。オキスフォードで、アンを見失ったとか、チェアリングクロスで決闘を見たとか言うのだと張り合いがあるが、いかにも貧然な生活だからくだらない。 しかし僕がロンドンに来てどんなことをやっているかがちょっとわかる。僕を知っている君らにはそこに少々興味があるだろう。この前の金曜が、グードフライデーで、イースターのお祭りの初日だ。街の店はみんな休んで買い物などは一切禁制だ。明る土曜はまず平常の通りで、次が、イースターサンデー、また買い物を禁制される。 翌日になってもう大丈夫と思うと、今度は、イースターモンデーだというのでまた店を閉じる。火曜になってようやく元に服する例である。苗の夫婦はお祭り中田舎のサイ君の里へ旅行した。田中君は、シェクスピアの旧跡を探るというので、ストラトほどオンアボ本という長い名のところへ行かれた。 あとはサイ君の妹と下女のペンと我が輩と三人である。朝目が覚めると、シャッターの隙間から朝日が差し込んでまばゆいくらいである。これは寝過ごしたかと思って枕の下から例のニッケルの時計を引きずり出してみるとまだ7時20分だ。まだ第一のドラの鳴る時刻でない。起きたって仕方がないが別に眠くもない。 そこでぐるりと壁の方から寝返りをして窓の方を見てやった。窓の両側から申し訳のために金金だか朝だか絵体のわからない窓掛けが左右に開かれている。その後に、シャッターが降りていて、その一枚一枚の隙間からお天道様がご高麗である。母あいよいよ春めいてきてありがたい、こんな天気はロンドンじゃ拝めなかろうと思っていたが、 やはり人間の住んでるところだけあって火の当たることもあるんだなとちょっと悟りを開いた。それから天井を見た。相変わらずひびが入っていて不景気だ。上で何かごとごという音が聞こえる。下女が視界の室で靴でも履いているんだろう。部屋はますます明るくなる。ドラはまだなりそうな景色がない。今度は天井から目を下ろしてぐるぐる部屋中を外示さした。 しかし別に見るものも何にもない。誠にお恥ずかしい部屋だ。窓の正面にタンスがある。タンスというのはもったいない、天気塗りの箱だね。上の引き手に桃引きとらとカフが入っていて、下には塩ビ服が入っている。あの塩ビ服は安かったがまだ一度も着たことがない。つまらないものを作ったものだなと考えた。 箱の上に尺四方ばかりの姿見があってその左利に、カルルス、泉の瓶が立っている。その横から茶色の汚い革の手袋が半分見える。箱の左側の下に靴が二足、赤と黒だ並んでいる。毎日履くのは戸の前に下女が磨いておいていく。その他に礼服用の光る靴が戸棚にしまってある。 靴ばかりはなかなか大臣だなと少々得意な感じがする。もしこの家を引っ越すとするとこの四足の靴をどうして持っていこうかと思い出した。一足は履く、二足はカバンに詰まるだろう。しかし余る一足は手に下げるわけにはいかんな。裸で馬車の中へ放り込むか、しかし引っ越す前には一足は確かに破れるだろう。靴はどうでもいいが大事の書物が随分厄介だ。 これは大変な荷物だなと思っていたの間に並べてある本と、暖炉の上にある本と、机の上にある本と、書棚にある本を見回した。せだって、ロッチ、カラフル本の目録をよこした。どッつれの、コレクション、がある。70円は高いが欲しい。それに製本が革だからな。この前買った、ワートン、の英紙の歴史は製本が、カルトーバー、 で、古食騒然としていて実に安い掘り出し物だ。しかし、為替が来なくっては本も買えん。少々並行するな、そのうち来るだろうから心配することも入るまい。ボンゴンゴンラ鳴った。第一のドラだ。これから起きて支度をすると第二の。ボング、が鳴る。そこでのそのそかへ降りて行って朝食を食うのだよ。起きて桃引きを吐きながら、 根に伏しドラに置きはどうだろうと思って一人でニヤニヤと笑った。それから寝台を離れて顔を洗う台の前へ立った。これからお化粧が始まるのだ。西洋へ来ると猫が顔を洗うように簡単にいかんので誠に面倒である。瓶の水をジャーとかな堕らいの中へ開けてその中へ手を入れたが、ああしまった顔を洗う前に毎朝カルルス塩を飲まなければならないと気がついた。 入れた手をだらいから出した。拭くのが面倒だから壁へ向いて23ペン手を振ってそれから。カルルス、塩の調合に取り掛かった。飲んだ。それからちょっと顔を示して。シェビングブラシ、をつかんで顔中むやみに塗り回す。反りは安全ミ反りだから始末がいい。大工がカンナをかけるようにスースーと髭を反る。いい心持ちだ。 それから頭へ櫛を入れて、顔を拭えて、白シャツを着て、襟をかけて、襟飾りをつけて。シャッターを巻き上がると、下女が母ンと部屋の前へ靴を叩きつけていった。しばらくすると第二のゴンゴンが鳴る。ちょっとおあつらえ通りにできてる。それからはしご段を二つ降りて食堂へ入る。例のごとく、オートミールを第一に食う。 これはスコットランド人の常食だ。最もあっちでは塩を入れて食う、我々は砂糖を入れて食う。麦のお粥見たようなもので我が輩は大好きだ。ジョンソンの地引きには、オートミール、祖国にては人が食いイギリスにては馬が食うものなりとある。しかし今の英国人としては朝食にこれを用いるのが別段例外でもないようだ。 ヒデトが馬に近くなったんだろう。それから、ベーコンが一辺に卵一つまたはベーコン二切れと相場が決まっている。その他に焼きパンにカタチャ一杯、それでおしまいだ。我が輩が二辺の、ベーコンを5分の4まで食い終わったところへ田中くんが2階から下りてきた。先生は昨夜遅く旅から帰ってきたのである。 もっとも先生は毎朝遅刻する人で決して帝国に2階から甘くだったことはない。いやおはよう。サイ君の妹がグッドモーニングと答えた。我が輩も英語でグッドモーニングと言った。田中君はむしゃむしゃやっている。我が輩はエクスキューズミーと言って食卓の上にある手紙を開いた。エッジヒル。 夫人からこの17日午後3時にゆるゆるお話を伺いたいからおいでくだされまじきやという招待状だ。おやおやと思った。我輩は日本におっても交際は嫌いだ。まして西洋へ来て無便絶なる英語でもって窮屈な交際をやるのは最も嫌いだ。かのロンドンは広いから交際などを始めるとむやみに時間を潰す、おまけに汚い。シャツ、などは着ていかれず。 ズボンの膝が前へせり出していてはまずいし、雨の降るときなどは情けない金を出して馬車などをおごらねばならないし、それはそれは木骨が折れる、金がいる、時間がついえる、心配だが仕方がない、たまにはこんな垂凶な貴女があるんだから行かなければ義理が悪い、困ったなと思っていると、田中くんが旅行団を始めた。我が輩に、シェクスピア、のせ高生の像と、アルバム、 おやろうと言うからありがとうと言ってもらった。それから、シェクスピアの母妃の石釣りの写真を見せて、こりゃ何大君、英語の看護だね、僕には読めないと言った。やがて先生は会社へ出て行った。これから我輩は例の通り、スタンダード、新聞を読むのだ。西洋の新聞は実に出がある。初めから始まいまで残らず読めば五六時間はかかるだろう。 我が輩はまず第一にシナ事件のところを読むのだ。今日のには六国新聞の日本に対する評論がある。もし戦争をせねばならん時には日本へ攻め寄せるは得策でないから朝鮮で私有を決するがよかろうという主意である。朝鮮こそ良い迷惑だと思った。その次に、トルストイのことが出ている。トルストイ、 は先日ロシアの国境を別紙するというので破門されたのである。天下のトルストイを破門したのだから大騒ぎだ。ある会が展覧会にトルストイの肖像が出ているとその前に花が山をなす、それからみんなが相談してトルストイに何か沈没をしようなんかんてトルストイ、レンは薬器になって政府につら当てをしているという通信だ。面白い。 走行する内に10時20分だ。今日は例のごとく先生の家へ行かねばならない。まず便所へ行って3階の部屋へ駆け上って支度をして下りてみるとまだ11時には20分ばかり間がある。また新聞を見る。昨日はイースターモンデー。なので所々で工業物があった。その雑報がある。アクエリアム。 で、クマ使いがクマを使うということが載っている。クマが馬へ乗ってらちの周囲を駆け巡る、棒を飛び越える、輪抜きをすると書いてある。面白そうだ。今度は広告を見た。ライシアムで、パービングが、シェクスピアのコリオレイナスをやると出ている。先だって、ハーマジェスチーザで、鳥のテルフスナイトを見た。 脚本で見るよりはるかに面白い。パービング、のも見たいものだ。11時5分前になった。書物を抱えて家を出た。僕の下宿は東京で言えばまず深川だね。橋向こうのバス餌下宿料が安いからかかる不景気なところにしばらく。じゃない。つまり在営中は私住地即しているのだ。その代わり下町へは滅多に出ない。 一周に12度出るばかりだ。出るとなると厄介だ。まず、ケニントン、というところまで15分ばかり歩いて、それから地下電気で持って、テームス、川の底を通って、それから汽車を乗り換えて、いわゆる、ウエストエンド、辺に行くのだ。停車場までついて10銭払って、ギフト、へ乗った。連れが34人ある。駅譜が入り口を閉めて、 リフトの縄をうんと引くと、リフトがぐーっと下がる、それで地面の下へ抜け出すという趣向さ。せり上がるときは背広の日記壇上だね。穴の中は電気灯で明るい。汽車は5分ごとに出る。今日は空いている、いい塩梅だ。隣のものも前のものも次の車のものも皆新聞か雑誌を出して読んでいる。これが一種の習慣なのである。 我が輩は穴の中ではどうしても本などは読めない。第一空気が臭い、汽車が揺れる、ただでも吐きそうだ。誠に不愉快極まる。停車場を四馬かりこすと、バンク、だ。ここで汽車を乗り換えて一の穴からまた他の穴へ移るのである。まるでモグラ持ちだね。穴の中を一丁ばかり行くといわゆるツーペンスチューブさ。これは東、バンク、 に始まってロンドンをずっと西へ横断している新しい地下電気だ。どこで乗ってもどこで降りても二門すなわち日本の実戦だからこういう名がついている。乗った。ゴーと言って向かうの穴を反対の方角に列車が出るのを合図に、こっちの列車もゴーと言って負けない気で進行し始めた。車掌がネクストステーションポストオフィスと言ってガチャリと車の戸を閉めた。 泊まるたびに次の停車場の名を報告するのがこの鉄道の特色なのである。向かうの方に若い女と四重格好の女が差し向かいに座を占めていた。我が輩の右に一軒ばかり隔たってばあさんと娘がべちゃべちゃ話をしている。向かうの連中は雑誌を読みながら、ビスケットか何かかじっている。平凡な乗り合いだ。少しも小説にならない。 もう嫌になったからこれでごめんこむる。実は僕の先生の話をしたいのだがね。よほど基人で面白いのだから。しかし少々頭が痛いからこれでご勘弁を願おう。4月9日夜に、また、こととぎす、が届いたから出直して一度伺おう。我が輩の下宿の定裁は前回申し述べたごとくすこぶる哀れっぽい始末だが、 そういう今日が胃にすまし返って30代の元自然としていられるかと君方はきっと聞くに違いない。聞かなくっても聞くことにしないとこっちが不都合だからまず聞くと認める。ところで我が輩が君らに答えるんだ。掛けねのないところを答えるんだから、そのつもりで聞かなくってはいけない。我輩も時には全坊主見たような変哲学者のような悟りすましたことも言ってみるが、 やはり大体のところがご存知のごとき属物だからこんな窮屈な暮らしをしてかいやその楽を改めず賢くなるかなと褒められる権利は妄想ないのだよ。そうならなぜもっと愉快なところへ移らないかというかもしれないが、そこに第二理由の損するアリエンさ。まず聞きたまえ。なるほど留学生の学士はお話にならないくらい少ない。ロンドンではなおなお少ない。 少ないがこの留学費全体を投じて衣食住の方へ回せば我が輩といえどももう少しは楽な生活ができるのさ。それは国にいる自分の対面を保つことはおぼつかないが、国にいれば高等間一等から五つ下へ勘定すればすぐ僕の番へ回ってくるのだからね。もっとも下から勘定すれば四つで来てしまうんだから日本でもあまり威張れないが、とにかくこれよりもさっぱりした家へ入れる。 しかるにあらゆる設計を押してかようなわびしい住まいをしているのはね、一つは自分が日本におった時の自分ではない単に学生であるという感じが強いのと、二つ目にはせっかく西洋へ来たものだからなることなら一冊でも余計専門上の書物を買って帰りたい欲があるからさ。そこで家を持ってか人もお召し使ったことは忘れて、ただ十年前大学の寄宿舎でセッタのかかとのような、微斯的、 送った昔詩を考えてはそれよりも少しは結構。まず結構だと思っているのさ。人は、カムバーウェルのような貧乏町にくすぼってると言って笑うかもしれないがそんなことに頓着する必要はない。かような老公におったって引っ張りと近づきになったこともなしよたかと話をしたこともない。心の底までは受け合わないがまず挙動だけは君子のやるべきことをやっているんだ。 実に立派なものだと自ら慰めている。しかしながら冬の夜のヒューヒュー風が吹く時にストーブから煙が逆戻りをして室の中が真っ黒に一面にいぶるときや、窓と戸の障子の隙間から寒い風が遠慮なく這い込んで股から腰のあたりがたまらなく冷たいときや、板張りの椅子が固くって先気持ちの尻のように痛くなるときや、 自分の着ている着物が全然変色してくるにつれて自分がだんだん下落するような情けない心持ちのするときは何のためにこんな切り詰めた生活をするんだろうと思うこともある。ええー、構わない。本も何も買えなくても良いからかわせはみんな下宿料にぶち込んで人間らしい暮らしをしようという気になる。それからステッキでも振り回してその辺を散歩するのである。 迎え出てみると会う奴も会う奴もみんな嫌に性が高い。おまけに愛嬌のない顔ばかりだ。こんな国ではちっと人間の粗無に税をかけたら少しは倹約した小さな動物ができるだろうなどと考えるが、それはいわゆる負け惜しみの減らず口というやつで、公平なところが向かうの方がどうしても立派だ。なんとなく自分が肩身の狭い心持ちがする。 向かうから人間並み外れた低いやつが来た。閉めたと思ってすれ違ってみると自分より二寸ばかり高い。今度は向かうから妙な顔色をした一寸帽子が来たなと思うと、これすなわち大公自身の影が姿見に映ったのである。やむを得ず苦笑いをすると向かうでも苦笑いをする。これは理の当然だ。 それから公園へでも行くと各米自治に網をかぶせたような女がぞろぞろ歩いている。その中には男もいる。職人もいる。関心に大概は日本の送人間以上の服装をしている。この国では衣服では人の工芸がわからない。牛肉配達などが日曜になるとシルクハットでフロックコートなどを着て済ましている。しかし一般に人気が良い。 我が輩などを捉えて悪口をついたり罵ったりする者は一人もおらん。振り向いても見ない。当地では万事応用に平気にしているのが紳士の資格の一つとなっている。むやみに巾着霧のようにコセコセしたり物珍しそうにジロジロ人の顔何度を見るのは下品となっている。ことに婦人謎は後ろを振り返って見るのも品が悪いとなっている。 指で人を刺すなんかは失礼の骨頂だ。習慣がこうであるのに刺すがロンドンは世界の観光場だからあまり珍しそうに外国人を願望しない。それから大抵の人間は非常に忙しい。頭の中が金のことで充満しているから日本人などを冷やかしている暇がないというようなわけで、我々王職人。王職人とはうまくつけたものだ。全く黄色い。 日本にいる時はあまり白い方ではないがまず一通りの人感触という色に近いと心得ていたが、この国ではついに人間を殺さん、茶色と言わざるを得ないと悟った。その黄色人がポクポク人ごみの中を歩いたり芝居や工業物などを見に行かれるのである。しかし時々は我輩に聞こえぬように我輩の国元を気にして評するやっこがある。 この間あるところの店に立って見ていたら後ろから二人の女が来て、リーストプアーチャイニーズと表していった。リーストプアーとは物匂い形容詞だ。ある公園で男女二人連れがあればナ人代や日本人だと争っていたのを聞きたことがある。23日前去るところへ呼ばれてシルクファットにフロックで出かけたら、向かうから来た二人のショックを見たようなものがアハンサムジャップ。と言った。 ありがたいんだか失敬なんだかわからない。せんだってある芝居へ行った。大乳で入れないからガレリーで立ち見をしていると旗の者が、あそこにいる二人はポルトガル人だろうと評していた。こんなことを話すつもりではなかった。話の筋がわからなくなった。ちょっと一服してから出直そう。まず散歩でもして帰るとちょっと気分が変わってきて晴れ晴れする。 何こんな生活もただ23年の間だ。国へ帰れば普通の人間の着るものを着て普通の人間の食うものを食って普通の人の寝るところへ沈まられる。少しの我慢だ、我慢しろ我慢しろ、と独り言を言って寝てしまう。寝てしまう時は良いが、寝られないでまた考え出すことがある。元来我慢しろというのは現在に休んでざるわけだ。 だんだん事件が難しくなってくる。時々やけの気味になるのは貧苦が辛いのだ。年来自分が考えたまた自分が多少実行しきたりたる所星の方針派どこへ行った。前後を切断せよ、緑に過去に執着する中で、いたずらに将来に望むを属する中で、満身の力を込めて現在に働けというのが代行の主義なのである。 仕るに国へ帰れば楽ができるからそれを楽しみに辛抱しようというのは儚い行だ。国へ帰れば楽をさせると受け合ったものは誰もない。自分が決めているばかりだ。自分が決めてもいいから楽ができなかった時にすぐ気泡を転じて過去の妄想を忘却し得ればいいが、 今のように未来にお願い申しているようでは到底その未来が満足せられずに過去と返事た時にこの過去をさらりと忘れることはできまい。のみならず報酬を目的に働くのは野暮の至りだ。死ねば天道へ行かれる、未来はアマガエルと一緒にハスの葉に王女ができるから、この世で善行をしようというゲビタ公と一般の論法で、それよりもなお一層労烈な公だ。 国を立つ前五六年の間にはこんな過当な行は起こさなかった。ただ現在に活動しただ現在に義務を尽くし現在に引き誘くを感ずるのみで、取り越し苦労や夜迷い事や愚痴は口の先ばかりでない腹の中にもたくさんなかった。それで少々得意になったので外国へ行っても金が少なくても一旦の食一票の因縁とのんきにらくにまた沈着に暮らされると自負しつつあったのだ。 うぬぼれうぬぼれ。こんなことでは道を去ること三千里。まず明日からは心を入れ替えて勉強専門のこと。こう決心して寝てしまう。かかるありさまでこの薄暗いを苦しい有名なカンバーウェルと郵便傍聴の隣町に昨年の末から今日までおったのである。おったのみならずこの先も留学期限の切れるまではここにおったかもしれぬのである。 しかるにここにある出来事が起こっていくら降りたくっても退去せねばならぬこととなった。というと何か小説的だが、その訳を聞くとすこぶる平凡さ。世の中の出来事の大半は皆平凡なものだから仕方がない。この家は元からの下宿ではない。去年までは女学校であったので、 ここの神さんと妹が経験もなく財産もなく将来の目的もしかと立たないのに自衛の道を講ずるためにこの上品のような加藤のような妙な商売を始めたのである。彼らは元より不正な人間ではない。正道を踏んで働けるだけ働いたのだ。しかし、安教の神様も存外半馬なもので、こういう時にちょっと人を助けてやることを知らない。 そこでもって家賃が滞る。ロンドンの家賃は高い。借金ができる、寄宿生の中に熱病が流行る。一人対抗する、二人対抗する、姉妹に並行する。運命が逆さまに回転するとこう行くものだ。可憐なる彼ら。可憐は取り消そう二人とも可憐という柄ではない。A 不便なる。 便然なる彼らはあくまでも困難と奮戦しようという決心でついに下宿を開業した。その開業したての煙の出ているところへ我が輩は飛び込んだのである。飛び込んでからだんだん事情を聞いた時に今度こそはこの二人の少女、ではない我が輩より三寸ばかり性の高い女に成功を荒らしめた前と密かに記念を凝らした。誰に記念を凝らしたと聞かれると少々困る。 祈るべき神に交際のない拙者だから、ただあてどもなく記念した。勝たせるかな一向霊言がない。ちっとも客が来ない。夏目さん、あなたのご存知の方でいらっしゃっていただく方はありますまいか。さよう、実にお気の毒だから終戦したいのだが、ロンドンには別に法遊というものがないから。それでも先だってまでは日本人が一人おった。 この先生はすこぶる陽気な人でこんな家には向かない。我が輩がホトトギスを読んでいるのを見て、君も天地天皇の方はやれるのかいと聞いた男だ。その日本人がとうとう逃げ出す。残るは我が輩一人だ。こうなると家を畳むより仕方がない。そこでこれから南の方にあたるロンドンの町外れ。町外れといってもロンドンは広い、どこまで広がるかわからない。 その町外れだからよほど偏僻なところだ。そこに格好な小綺麗な新宅があるので、そこへ引っ越そうという相談だ。ある日亭主と神さんが出て行って我輩と妹が差し向かいで食事をしていると陰気な声で。あなたも一緒に引っ越してくださいますか、と言った。この、くださいますか、が色気のある小説的の、くださいますか、ではない。 四季卓気抜きの初対寺見た。くださいますか、である。我が輩がこの方を聞いた時は非常に嫌なか哀想そうな気持ちがした。元来我輩は江戸っ子だ。叱るに守備機内か守備機外か少々曖昧なところで生まれたせいか知らん今まで江戸っ子のやるような心持ちのいい事前的事業をやったことがない。今なんと答えをしたか確かに覚えておらん。 癒しくも一辺の儀教心があるならば、うんあなたの映るどころならどこでも映ります、と答えるはずなのだ。そうは答えなかったらしい。ここにそう答えられないわけがある。なるほどこの妹はごく内気なおとなしいしかも非常に堅固な宗教家で、我輩はこの女と家を共にするのはごうも不愉快を感じないが、姉の片たる少々をてんだ。 この姉の経歴談も聞いたが長くなるから抜きにして、ちょっと小生の気に入らない点を列挙するならば、第一章行きだ、第二知ったかぶりをする、第三つまらない英語を使ってあなたはこの字を知っておいでですかと聞くことがある。いちいち感情すれば再現がない。戦だってトンネルという字を知っているかと聞きた。それからストローすなわちわらという字を知っているかと聞きた。 英文学専門の留学生もこうなると起こる張り合いもない。近頃は少々見当がついたと見えてそんな湿気なことも言わない。また一般の挙動も第に丁寧になった。これは漱石が一言のそうもせず命名のうちにこのお天場を屈服せしめたのである。そんな得意談はどうでもよいとして、 この国の女ことにばあさんと来ると、いわゆる老婆親切というわけかもしれんが、自分の使う英語に頼みもせぬ仲介を加えたり、この字はわかりますかなどということがたくさんある。この間猿所へ呼ばれてそこの奥さんと話をした。するとその人が王のやそ信者だからたまらない。とうとうと神徳を述べ立てた。誠に品の良い、しとやかなおばあさんだ。 叱るどころエボリューションという字をご承知ですかと聞かれた。世の中のことは乱雑で法則がないようですがよくご覧になると皆進化の通りに支配されております。進化、わかりますかまるで赤ん坊に説教するようだ。向こうは親切に言ってくれるんだから、平々と言っているより仕方がない。それはこのばあさんのようにベラベラ喋ることはできない。 挨拶などもただのどのどころへせり上がってきた字を使ってほっと一息つくくらいの主義なんだから向かうでこっちを見くびるのは無理はないが、離れ離れの言語の数から言えばあなたよりも我輩の方が余計知っておりますよと言ってやりたいくらいだ。それからよくおばあさんを引き合いに出すが、もう一人おばあさんがある。このおばあさんが先だって手紙をよこしてその中にフォークという字を使っている。 ただ使っているばかりなら不思議はないが、その字にフットノートがついている。これは英国古代の字なりとあった。ノートを自分の手紙へつけるのも面白いが、そのノートの文句がなおさら面白い。このおばあさんと船へ棒乗りをした時に、何か文章をかけ、直してやると言うから、日記の一節を出してよろしくお頼申すことにした。 すると大変感心したと言って23書数字字添削して返した。見ると直さなくっても決して差し支えのないところを直している。そしてとんでもない間違ったことが例のノート的で書いてある。このおばあさんは決して過当な人でない。相応な身分のある中流の人である。核のごとき人間に開口するイギリスだから、 が下宿のサイ君が生意気なことを言うのも別段相手にする必要はないが、同じイギリスへ来たくらいなら今少し学問のある話せる人の家におって、汚い狭い枠にならないから、どうか朝夕交際がしてみたい。こういう餅があるから、へー行きましょうとは答えなかったが、自分の望み通りの人で下宿人を置くどころがあるかそれがすこぶる疑わしい。広い世界にはあるだろう。 けれどもそれに包着するのは何中の何時である。我輩の先生のところが一件空いておれば起きてもらうのだけれども、それは間がないのだからできない相談だ。こういう時になると西洋の新聞は便利だ。万事広告の世界なのだから下宿の広告がいくらでもある。我が輩が以前下宿を探す時デイリーテレグラフの下宿の広告欄を見たことがある。 始めから終わりまで読むのに3時間かかったことを記憶している。今は、テレグラフ、を取っておらん。スタンダード、だ。この新聞は上品な新聞だからここへ出る広告なら間違わないと思って4月17日の分の広告欄を読み始めると、存外営業的のが多くって素人家へ置きたいというのが少ない。しかしいろいろのがある。宿猟定廉、風呂付き 食物上等、こんなのは普通なのだ。ハイドパークに面子地下電気へ3分地下鉄道へ5分、貴女と交際の便利あり、なんというのがある。玉月随ピアノありゲーソサエティ、レートディナー、これも珍しくない。レートジンナー、というのはこの頃の流行なのだ。我が輩などには至極不便だ。その中で下のようなのを乱出した。 立派なる室を有する家父及びその妹と共に同せんとするあまり派質や必ずる紳士を求む。お持ちの方はまる出牧店へご一報をこう。まずここへでも一つ当たってみようという気になったからすぐ手紙を書いて、祝料その他一切のことを放置してもらいたい。小生の身分はカクカク職業はカクカク。 なるべく低廉でなるべく愉快なところに住みたいと勝手なことを書いてやった。その夜の十時ごろ自分の部屋で読書をしていると、室の塔をコツコツ叩くものがある。イエス、カムイン、と言ったら宿の亭主がニコニコして入ってきた。実はあなたもご承知の通りこの度引っ越すことに決まりましたが、どうでしょう 向かうはここよりも大分綺麗でカつ器具などもよほど上等にしますが、来ていただくわけには参りますまいか。それは君の方で僕にぜひ来てくれというのなら。家ぜひと言ってご無理を願うわけではありませんが、ご都合が良ければ。実はお馴染みにもなっておりますし、家内や妹も大変それを希望いたしますから。君の新宅へ下宿人を置きたいということは僕も承知していますが、 あながちぼくでなくってもよいだろうと思ってね、と実はこれこれだと話すと、亭主の顔が少々陰気になってきた。我輩も少々てもちぶさたである。それじゃこうしよう、いずれ先方から返事が来る、来ればひとまず行ってむろを見て、それが気に入らなかったら君の方へ行くとしよう、他を探すことはやめにして。あの手紙を出す前に君の方の希望がどのくらいの程度だかわかっていれば、 引き合わせるまでもないお望みに応じたのだが、こうなっては仕方がない。まず先方の返事次第ですね。その代わり他は決して探さない。あれが行けなければきっと君の肩へ行きますよ。亭主はご邪魔様と言って下りて行った。朝になって食堂へ行くと誰もいない。みんな飯を済ました後である。ああ今日も寝坊して気の毒だなと思って。テーブル。 の上を見ると、薄紫色の上袋の四隅を一文ばかり濃い墨絵色に染めた風書がある。我が輩に来た返事に違いない。こんな表の上袋を用いるくらいでは少々我が輩の手に合わん高等下宿だなと慕うながら。ナイフ、で開封すると、お問い合わせの件につき進化見この家はレデー、このレデーという字の下に棒が引いてある。 の所有に手室内の装飾の立派なるはもちろんムロムロはことごとく電気灯を用い良き召使いを雇い交渉優雅なる生活に適するように意を用い騒老。宿料は一周三十三円にござ候あるいはお気に召さぬかと存じ騒老へども、おいでくだされ騒老へば喜んでムロムロご案内つかまつるべく騒老、警護。飯を食いながら呼び鈴を押して宿の神さんを呼んだ。 とうとうあなたの方へ行くことにしましたよ。一周三十三円の下宿料なんか到底我が輩には払えんから君の方へ行きましょうよ。はあそうですか、どうもありがとう、なるべく気をつけますからどうぞ作用願いたいもので。サイ君が出て行った後から亭主の首が半分度の間から出た。サンクユー、ミスター、夏目サンクユー、と言ってニコニコ笑った。 我が輩も少々嬉しいような心持ちがした。サイ君と妹は引っ越しの荷ごしらえで終日忙しい。七時に茶を飲む時に食堂であった。今日は飼っていたオウムを売りました、と妹が言った。姉も負けずに、前使った学校の看板も売りました。十円に買っていきました、と言った。運命の車は容赦なく回転しつつある。 我輩の前及び彼ら二人の前にはいかなる出来事が横たわりつつあるか。我らは三人ながら無なことをしているかもしれぬ。愚かもしれぬ、また利口かもしれぬ。ただ我輩の運命が彼ら二人の運命と全然接近しつつあるは事実である。後を帰り見てかの薄紫の騎女及びその妹のこととその門構え付きの家を想像し、 前を見てこの貧困なるしかし正直なる二人の姉妹とその未来の楽園と予期しつつアルコー指導作りを想像して、両者の才を趣味あるようにも感じる。また貧富の見学はかように色気なきものかとも感じる。またミカウバーと住んでおったデビッド・カッパーフィールドのような感じもする。4月20日、2。 法遊その法遊と共に我が輩が生活を共にするところの法遊姉妹のことについては前回少しく術ぶるところあったが、この他に我が輩が最も敬服し最もへきするところの法遊がまだ一人ある。聖はペーあだ名はベッチパルドンなる聖人のことを少しく報道しないではなんだか気が済まないから、道君のことをちょっとお話して、 次回からは方面の変わった目撃談観察団をご紹介つかまつろう。そもそもこのペンすなわちうちの下女なるペンになぜ我が輩がこのあだ名を提したかというと、彼は舌が短すぎるのか長すぎるのかろれが少々回りかねる善人なるゆえにアイベックユアパルドンという代わりにいつでもベッチパルドンというからである。ベッチパードンは名のごとくいかにもベッチパードンである。 しかし非常な能弁家で、彼の舌の先から大気を容赦なく我が輩の顔面に吹きかけて話し立てる時などはとうとう根根として惜しい時間を遠慮なく人に潰させて豪も気の毒だと思わぬくらいの善人かつ雄弁家である。この善人にして雄弁家なるベッチパードンはロンドンに生まれながらまるでロンドンのことをご存じない。田舎は無論ご存じない。またご存じなさりたくもない様子だ。 朝から晩まで晩から朝まで働き続けに働いてそれから視界のあっちっくへ登って寝る。翌日日,日が出ると視界から天下ってまた働き始める。息をせっせと弾まして、彼は全息持ちである。旗から見るのも気の毒なくらいだ。去りながら枯葉号も自分に対して気の毒な感じを持っておらぬ。 A の字か B の字か検討のつかぬ彼は少しも不自由らしい様子がない。我が輩は朝夕この女成人に接して敬母の年に耐えんくらいの次第であるが、このペンにとって話しかけられた時はこうか不幸かこれは他人に判断してもらうより仕方がない。日本にいる人は英語なら誰の使う英語でも大概似たもんだと思っているかもしれないが、やはり日本と同じことで、 国々の方言があり身分の工下がありなどして、それはそれは繊維万別である。しかし教育ある上等社会の言語は大抵通ずるから差し支えないが、このロンドンのコックネーと称する言語に至っては我が輩には到底わからない。これは当地の中流以下の用うる言葉で地引きにないような発音をするのみならず、前の現場と後の現場の区切りがわからないことほど作用早く喋るのである。 我が輩はコックネーでは毎度平行するが、ベッチパードンのコックネーに至っては平行を通り過ごしてもう一遍平行するまで少々くたびれるから開口一番ちょっと休まなければやりきれないくらいのものだ。我が輩がここに下宿した手にはしばしばペンの襲撃をこむって恐縮したのである。やむをえずこの胸を神さんに届け出ると、かわいそうにペンは大変ごこごとを頂戴した。 お客様にそんなぶしつけな方があるものか以後はたしなむがよかろうと決めつけられた。それから従順なるペンは決して我が輩に口を聞かない。ただし口を聞かないのはサイのうちにいる時に限るので、山の神が外へ出た時には依然として元のペンである。元のペンが無言の号をさせられた口押し紛れに檻を見て元利とも取り返そうというせいで来るからたまらない。 一週間無理に断食をした先生が8日目にお筆を抱えて噴戦するの害がある。例のごとくデンマークヒルを散歩して帰ると、我が輩のために戸を開いたるペンは直ちに喋り出した。ーせるかな家内の者は皆新宅へ荷物を片付けに行ってガラン堂の中に残るは我が輩とペンばかりである。 彼は縦板に水を流すがごとくビビ15分間ばかりの別に何か言っているが業もわからない。能弁なる彼は我が輩に一言の質問をも差し挟ましめざるほどの速度をもって弁じかけつつある。我が輩は仕方がないから話はわからぬものと諦めてペンの顔の造作の銀味に取りかかった。 温厚なる二重まぶたと先が少々逆戻りをして根に近づいている花とあくまで紅れないに健全なる顔色とそして自由自在に運動を欲しいままにしている舌と、舌の両脇に流れてくる白き唾とをしばらくは無心に見つめていたが、やがて気の毒なような可哀想そうのようなまたおかしいようなごも崩しのような感じが起こってきた。我が輩はこの感じを表すために唇を曲げて少しく微笑を漏らした。 無邪気なるペンはその辺に気のつくはずはない。自分の話に苦いって笑うのだとガテンしたと見えて赤い頬にエクボをこしらえてケタケタ笑った。このトンチンカンなる出来事のために我輩はいよいよへんてこな心持ちになる。ペンはますます乗り気になる。始末がつかない。彼の言うところをあそこで一言ここで一句、分かったところだけ総合してみるとこう言うのらしい。 昨日、支配人が談判に来た。内の女連は罰が悪いから留守を使って追い返した。この玄関払いの使命を全うしたのがペンである。自分は嘘をつくのは嫌だ。神様にすまない。しかし、手命も出しがたしでやむを得ず嘘をついた。まず大抵ここら当たりだろうと遠くの火事を見るように見当をつけてようやく自分の部屋へ引き下がった。 我輩のトランクと書籍は今朝3時頃主人が新宅へ運んでしまったので、残るのは体ばかりだ。なんとなく石爆の感がある。夜の8時頃にコツコツとを叩いて入ってきた。例のペンが、今日差配人が4度来たという中心だ。それから何か言うが少しも下しかねる。あまり面倒だから良い加減にしてつい下げる。10時頃にまたペンが来た。 今度差配が来たらどうしようという。今度は相談のためだ。心配するには及ばんと言って慰めて引き下がらせる。十時半になるがまだうちのものは帰らない。もしここの亭主が詐欺師であって我が輩を置き去りにして荷物だけ取っていったとすれば我が輩はアンポンタンの骨頂でさぞかし人に笑われるだろうと気がついた。やがて門のとの開く音がする。帰ったらしい。 まずアンポンタンにならずに済んだ。ありがたいと寝る。翌日が4月25日、9時頃起きて下へ行くと主人夫婦が今朝飯を済ましたところだ。我が輩が食卓に着くのを合図に昨夜の騒動をご存知ですかと神さんが尋ねた。我輩は3階に寝るのである。かでどんなことがあったか少しも知らない。騒動って何があったのですと聞くと、 例のサハイ人との悶着一見である。昨夜彼らが新宅から帰って家へはいると端ン口に待ち設けていたサハイ人は、亭主が戸を閉める余地のないほど早く彼らに続いて飛び込んで、なぜ断りなしにしかも深夜に引っ越しをするそれでも君は紳士かというと、我が輩が我が輩の荷物を脇へ運ぶに誰に断る必要がある。 また何時に2を出そうとこっちの勝手じゃないかと亭主が抗弁する。それからだんだん議論に花が咲いて相互資林を驚かすという騒ぎであったそうな。元来この家は神さんの名前で借りている。ところが7年前に少々家賃を滞らしたのが今日までたたっていて出ることができん。しかも彼の財産は相番家賃の方に取られるという始末だ。 しかし哀れなる姉妹は別段取り押さえられて困るようなものも持っていない。差配もそれには目をつけておらん。ただこの老差配の目指しているのは亭主その人の家財にある。亭主も二十世紀の人間だからその辺にぬかりはない。大原人のところへ行ってちゃんと相談している。 日没後日出前なれば彼の家具を運び出してもサハ配は指を加えて見物しておらねばならぬということを承知している。それだから朝の3時頃から第8車を雇ってきて一晩寝ずにかかって自分の2を新宅へ運んだのである。彼はすこぶる膨大なる締まりのない顔をしている。そこで申し訳のために少々鼻の下へ髭を生やしてはいるが、 なかなか左ハに負けぬ抜け目のない男と見える。我輩は亭主に自分の体はいつ移れるのかと聞いたら今日でもよいと言うから、昼飯の五妻君と共に新宅へ引き移ることにした。神さんと二人でご飯を食っていると亭主が大原人のところから帰ってきて神さんに、午前一つ手紙を書いて左ハのところへ郵便でやれ書き止めにしなくてはいかんと言ってまた出て行った。 神さんはさらさら何か書き始める。どんな手紙を書くか少々見たい心持ちでもある。やがて神さんは書き終わって、ちょっと〇〇参考いう手紙なんです聞いてください、と高慢な顔をして手紙を読み始める。背景書は驚き入り進行。どうですもを少しゆっくり読みましょうか。目掛けは驚き入り進行。 昨日は3度ならず4度までもルスタクへご来臨の上下避に向かって目かけら身の上に関する主々なる質問を発せられ、それのみならず無断にて人の家を捜索なされ、天津さえ下避に向かって目かけはレデーの四角な着物なりなど余計なことを吹い調せられ候よし、元来にぎはいかなるご主位にござ騒うや伺いどこう。この乱暴なる帰化の挙動に対し目かけは弁解を求むる権利ありとありこう。 こういうのです。これがね作なんですよ、と言うから我が輩も少々驚き入り申しておるところだが、作っていうのはどんな作なんですと聞くと、先生いよいよ得意だ。ようござんすか、ご手紙を書いてちゃんとこの通り控えを取っておくでしょう。先方でもしこの事件を裁判沙汰にする日にはこれが証拠になって差配が乱暴を働いたという種になるのですよ。 今までは女二人だと思って随分勝手なことばかりしたのですが、今じゃ男がついているからそうばかり踏みつけられちゃいませんのさ、と関節に亭主の自慢を仰せられた。それからお待ちどうさまそれでは出かけましょうと言うから出かけた。我が輩果て下げンの中へ雑物を押し込んですこぶる重いやつを下げてしかも左の手にはコウモリとステッキを二本携えている。 レデーは網袋の中へ渋上法を四つ入れて右の手に下げている。この渋上法の一つには我が輩の寝巻きとへこ帯が入っているんだ。左の手にはこれも我が輩のシートを渋上法にして抱えている。両人とも両手が塞がっている。飛んだ道行きだ。角まで出て鉄道馬車に乗る。ケニングトンまで2000当てだ。 レデーは私が払っておきますと言って黒い革の釜口から1ペネー出して切符売りに渡した。乗り合いは少ない。向こう側には出ななりをしている若い女が乗っている。すると我が輩の随行しているレデーが突然あなたはメリーコレリのマスタークリスチアン王を読みなさいましたかと大きな声で聞きた。これは近頃15万部売れたというちょっと有名な本だ。 我輩は書物は持っているがまだ読まないと答えた。あの本はね、大変よくできているのですがね、どうも作者の収支が何だかわからないのですよ。私の知っているものなんかみんなこれりの収支は何だろうって噂していますよ、とますます向こう側の夫人に聞こえよがしである。自分だって読んだこともないのに鉄道馬車の中なんかで寄せばよいと思ったが、 仕方がないからうんうんと生返事をしていた。やがてケニングトンに着いた。ここで馬車を乗り換える。今度は上へ上がろうと言うからはしごを登ってトップへ乗った。この左利にあるのが有名な個人でスパージョンの記念のために作ったのです。スパージョンっていうのは有名な説教家ですよ。スパージョン、ぐらい公爵しないだって知っていら、 腹が立ったから黙っててやった。だんだん気が青くなっていい心持ちですね。二週間ぐらい前からずっと景色が変わってきましたね。さよう、時にあそこに並んでいるのはなんて勇気ですか。あれ、あれはポプラーでさあね。へえあれがポプラーですか。なーるほど、吾が輩は簡単の字を発した。神さんはすぐつけ登る。ポプラーはよく歌に呼んじてありますよ。 テニソン、などにも出ています。どんな風のない日でも枝が動く。アスペンとも言います。これも確か、テニソン、にあったと思います、と。テニソン、先輩だ。そのくせ何の歌にあるとも言わない。我が輩は面倒に良いという風でうんうん言うのみである。向かうの敷石の上を立派な婦人が裾を長く引いて通る。 家のうちでのお引きずりには不賛成もありませんが、外であんな長い裾を引きずって歩くのはあまり体裁の良いものではありませんね、と裾身近なるレディーは我が輩に今日売るところあった。ようやく、ツーチング、というところへ着く。今度は円太郎馬車で新宅の横丁の前まで来た。どれがうちですか、と聞いた。向かうに雑なレンガ作りの長屋が45軒並んでいる。 前には何にもない。砂利を掘った大きな穴がある。東京の小石川辺の景色だ。長屋の端の一軒だけ塞がっていてあとはみんな貸子屋の札が貼ってある。塞がっているのが大屋さんのうちでその隣が我が輩の新下宿、彼らのいわゆる新パラダイスである。入らない先から聞かしに劣る殺風景な家だと思ったが、入ってみるとなおなお不風流だ。 鹿のみならずどの室にも荷物が放り込んであってまるで類相後の立体状のようだ。ただ我が輩の陣取るべき2階の一軒だけが少しく片付いておらブルになっている。以前の部屋よりも綺麗だ。装飾もまず我慢できる。やがて亭主が出てきて窓掛けをコツコツ打ち付ける。ストーブの上へ額をかけるが。ミッスルトという額はいかがです。 あれは人によると嫌いますがちょっとご覧に入れましょうと言って持ってきて見せた。何でもない裸体画の美人だ。母裸体画ですな、結構です、と冗談半分に言ったら。へへへ私もちっとも構いませんがね、とコツコツ釘を打ってかける。どうですこれで角度は、もう少し下校に、裸体美人があなたの肩を見下すように、よろしゅうございます。 それから我が輩の書棚を作ってやると言って壁の寸法と書物の寸法をとって、ブードナイト、と言って出て行った。門前を通る車は一体もない。往来の人声もしない。すこぶる赤量たるものだ。主人夫婦は事件の落着するまでは毎晩休宅へ帰って寝なければならぬ。新宅には3階に寝る妹とカーロー君とジャック君とアーネスト君である。 カーロー君とジャック君は犬の名であって、アーネスト君はここの主人の店に使っている若き人間の名である。我輩の敬服しかつ辟易するベッジパードンは解雇されてしまった。我輩は移転後にこの話を聞いて無然として彼の未来を想像した。ロシアと日本は争わんとしては争わざらんとしつつある。シナは天使盲人の恥ずかしめを受けつつある。 イギリスはトランス部外事、ルの混合石を掘り出して軍備の穴を埋めんとしつつある。この多事なる世界は人なく夜となく回転しつつ波乱を生じつつある間に我が輩の住む商店地にも古回転と古波乱があってが下宿の主人公はその膨大なる体をとしてかの古患者差配と私友を決戦としつつある。しかして我が輩は四季の病気を慰めんがためにこの日記を書きつつある。 4月26日、定本、夏目漱石全集10、ちくま文庫、ちくま千九1988、昭和63、年7月26日第一ずり発行。定本の親本、ちくま全集類呪版夏目漱石全集、ちくま千九1971、昭和46、年4月から1972、昭和47、 1> 年1月。入力、柴田拓司、構成、王の進む。1999年11月13日公開。2004年2月28日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ www.auzora.gr.jp スラッシュ。 で作られました入力構成制作にあたったのはボランティアの皆さんです。